皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは気がつけば1200本というテーマでお届けいたします。私がこの動画を始めたのが2011年の10月22日からです。足掛け4年ちょっと継続していることになります。初期の頃は2日か3日に1回ほど動画をアップしたと思うんですけども、ここ2、3年は毎日動画をアップするようにしました。その積み重ねで現在1210何本になっているかと思います。なんかもう早いね感じなんですけども、気がついたら1200本になってしまったというのが本当のところです。そして、第1本目の動画ですね、それを探したんですけども、ビートルズが聴ける店ということを私が話していました。で、これどういうことかって言いますと、新潟市の中央区にですね、西区にですね、パン工房サフランというですね、パン屋さんがあります。で、そこは朝7時ぐらいからかな、こうカフェスペースがありまして、そこでパンを食べながらコーヒーを飲むということができるんですね。で、ここで何か仕事の打ち合わせに行ったんだと思います。そしたら、この店はですね、ビートルズの BGM がかかっていたんだと思います。それで、この動画を確か上げた記憶があります。さて、なぜ私が動画を始めるようになったのか、それについて今日はお話しさせていただきたいと思います。理由は2つだけありました。実は大変申し訳ないんですけども、私がこの動画を通じて皆さん方に何かを伝えようという気持ちは当初全くありませんでした。理由のまず1個目は、話すのが上手くなりたかったというのが本当のところです。話すのが単純に上手くなりたかった。そのためには毎日5分でも6分でもいいので話し続ける。まあその話し続けると言っても独り言とかではなくて、一応まあオーディエンスがいるっていう過程でそういうシーンで話をしたいなと思ったのが理由の1個目。そして2つ目はアドリブで話すのが上手くなりたかったということなんです。話すのがただ上手いっていうのは原稿を読むのが上手いっていうね、まあそういう側面もありますけども、テーマを何か一つ決める。そしてそれに対してアドリブで話がどこまで言えるか。そしてどこまで伝えられるように簡潔でシンプルで分かりやすく説明できるか、伝えられるか。これをチャレンジしようかなと思ったんですね。理由がこの二つなんです。で、4年経った今ではどうなってるかというと、確かに4年前の動画を見てみますと、今よりもずっとずっと下手だというのがわかります。まあ、それだけこう比べてみると、さすがに4年もやってるとかなり話し方は上手くなってると思いますし、頭の中でちょっとこう話の展開を組み立てれば、アドリブでもそこそこ話せるようになったかなと思います。まあ、そんなことで気がつけばですね、1200本をもうすでに超えていたというですね、今日はすごくプライベートの話でありますけども、これも一人に皆さん方のですね、声援もありました。そして動画見てるよっていうですね、ありがたいお言葉をかけていただくこともたびたびありました。この場を借りて御礼させていただきます。どうもありがとうございました。さて、ということで次回からもまた頑張ります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。こちらに秋内若戸角チャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。